恋人関係と言ってもいいんじゃないかなって思います。そして未来カードに審判の逆が出てる。これはね、まあ隠してた恋愛が皆さんこんにちは、サラです。今日は八千雄介さんと川口春奈さんの相性と今後を占っていきたいと思います。これもねリクエストいただいたんですけど、八千雄介さんっていう人私全く知らなかったんで、ネット見てると格闘家の方なんですね。でつい先日離陣で、判定勝ちをした、まあ、6月27日に対戦してるんですね。でこの人が川口春奈さんとお付き合いしてるっていうなんかこう噂ですかね、実際お付き合いしてるんですかね、ちょっとわからないんですけども、川口春奈さんはこの間私横浜流星さんとの相性を見たんじゃないかな、その時にリクエストもらったんだかな。八千雄介さんは牡牛座で誕生数が1、まあ、牡牛座の方っていうのはスピード感はないけれど人生をじっくりと噛みしめて味わうことができる人で、慎重で熱しにくくね、冷めにくい、熱しやすく冷めにくいじゃなくてね、そういう性質ですね。だから物事をとにかく急がずじっくりと進めていくっていう、まあ、慎重な人っていうのかな。まあ一度ねコート決めたら割と頑固なとこがあって、安定感を持つ、安定感を求めるっていう、だからまあ私は大志田の人は、大器晩成型かなって思ってます。で、まあ、誕生数が1、誕生数が1っていう人はもういつも言ってますけど、リーダー、行動力、決断力、自立心のある人、まあ自分でね新たな道を切り開こうとするパイオニアで、自立心、決断力、行動力はもう天才的な人、向上心が高くって、まあ、自分への評価が気になるかもしれないけれど、あまりねその周りの言葉を気にせずに自分の感覚でね進んでいったら、力を発揮できる、まあ、それが誕生数1の人かなって思いますね。八千雄介さんはいくつだ、31歳、もともと小中学生時代は野球をやっていた。で中学の野球部を引退した後にキックボクシングのジムに入門するも1、2ヶ月で大会、その後キラー B、 後のクレイジー B に入門した。でアマチュアシュート選手権ライト級で優勝、太平洋ライト級チャンピオン決定戦で王座獲得、2013年までは、まあ、結構勝ち続けてたんですね。なんかそう、なんかネットの情報で川口春奈さんが格闘技好きって書いてたのかな、そういう関係で出会いがあったのかな。で川口春奈さんは水瓶座で誕生数が9、水瓶座の人はもうねいつも言うけどちょっと変わってる人で、常に自由でありたいと思うので常識とかルールにとらわれることを好まない人で、人の意見に流されずに自分の人生観を持ってるので、まあ、違う生き方とか考え方をしたいと思うで、まあ、権力とか権威を嫌う、人は皆平等でしょ、公平でしょっていうね、そういう考え方を持ってる人が水瓶座かなって思いますね。で誕生数が9、誕生数9っていうのは
誕生数1から8までの全ての経験をしてきた人っていうね、魂がそう進化してきたっていう人が誕生数9って言われてます。哲学者、宗教家、寛容、癒す、影響力があるっていう、それがキーワードになってます。とても博愛の精神にあふれて寛容で思いやりがある人、大きな視点に立って物事を見て、でどうすればいいかっていうことをこう知恵を絞って考えて生きる賢者っていうね、それが誕生数9の人かなって思います。もともとパワーが強いし、水瓶座の質を見ても、自分でどん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 新しいものをね、自分なりのものを作り上げていくっていうところがあるので、ちょっと本当に宇宙人っぽい人なのかなっていう気がしますね。で、川口春奈さんは YouTuber って書いてる、 YouTuber もやってるんだ、 YouTube もやってるんだね。2007年に雑誌ニコラのオーディションでグランプリを獲得。2007年っていうことは12歳、あーすごい、12歳。今川口春奈さん26歳。2012年に映画で初主演。あーそうそう、川口春奈さん、そうですね、去年の大河ドラマの麒麟が来るで沢尻エリカさんの代役で急遽大河出てましたね、そういえばね。あ、それは見ました、私も。で来年2022年度前期の朝ドラでヒロインのお姉さん役で出演が決まってるんですね。朝ドラは初出演ってなってますね。まあね、リクエストいただいた方はおそらくお付き合いしてるっていう噂があるので、今後どうなるか見てほしいっていうことだったと思いますので、今後のね、お二人の展開を見ていきたいと思います。八地裕介さんと川口春奈さん、でもネットでね、ちょっとね、どっかに出かけてる写真とかは見ましたね、ちらっとね、同じブレスレットをしてるとか、だから付き合ってるんでしょうね。情報だけね、その情報だけですけど、はい、見ていきます。なんかカードたくさん出ましたね。はい、こういう展開です。はい、八地裕介さんと川口春奈さんの現在と今後の展開を見ていきます。このね、女教皇のカードが逆向いてるところは、過去として、今までのそのなんていうのかな、2人の間、こう今の現在になるまでのいきさつなのかなって思いますね。たくさんカード出てますけど、これはもういろんなことを経験してきて、結局現在恋人関係なんじゃないかなっていう、そういう気がしますね。正位置にポンとね、恋人のカードが出てるので、まずこれは今の関係を恋人関係と言ってもいいんじゃないかなって思います。そして未来カードに審判の逆が出てる。これはね、隠してた恋愛があらわになるとか、スキャンダルが起きるっていうね、今後ちょっと何かがあるのかなっていう気がしますね。で、それによって2人の運命が変わる。ただこの運命が変わるっていう意味がね、正位置で終わってるんで、この出来事によって2人の運命が急激に進んでいく可能性があるんじゃないかなって思いますね。
それはまあ今度ね恋人関係からだから結婚に進むとかね、それしかないですよね。だからまあ最終的にこの2人はもしかしたら結婚するんじゃないかなっていう、まあ、そういうカードの展開じゃないかなと思いますね。まあ、今はねおそらく恋人関係だと思います。とは言ってもね、あくまでもタロットの展開なんで真実は本人にしか分かりません。でも、まあ、私が今日展開した限りでは恋人関係で今いてて、将来的にね運命の輪結婚まで行くんじゃないかなっていう、そういう気がします。ということで今日は八千雄介さんと川口春奈さんの現在と今後を占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなど、またリクエストもお待ちしております。